はい、今日みんなでお台場来てます。で今日はちょっとあのね、関ジャニさんの企画の英会話伝言ゲームこのメンツやります。イエーイしけた拍手だな今日はね、あのカルっていうネイティブがいるんで、カルがどういう役割を果たすかが重要そうです。はい、ちょっとね、伝言ゲームするんですけど、今夜でめっちゃ静かなんで、あそこのね、あそこに建物があるんですけど、あの聞かない人は中の方に入ってて待っててもらいます。ちょっと英語学スカウターをちょっと通すと、まずこれネイティブね、ネイティブスピーカー、数字で言わないのもう無限、インフィニットゴチキンは、ゴチキン2、ゴチキン2、いや、ゴチキン3にしとこうタナちゃん2、タナちゃん2レイティ1で、カン君100万だよ。いやそんな差ないだろ。いやだって俺留学してないから。3と100万の差はない順番をどうしようかね。自分の戦闘力言わない。戦闘力は俺100万ぐらいだいや、このクリップ使えんから、もう引っ張りすぎて、この尺じゃあ、まあ僕が出題者なんで、まず僕1番いきます。で2番目カルかながいいかな。でカル でどっちがいい、ゴッチとカンタどっちが先がいい。俺先がいいじゃん。オッケー、じゃあカンタ、ゴッチ、タナちゃん。俺行く。あ、じゃあ俺行く、じゃあ俺行く。いや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 確かに最後ねちょっと1回戦じゃあまずやってみましょう。はい、じゃあ行きます。 Are you going to the grocery store today? No. Okay. じゃあ、カルはこのフレーズを次の人に言ってね。はい、うん、OK、わかりました。じゃあ次の人呼んできます。はい、じゃあ、次の人はカンタです。 Yeah. はい、じゃあお願いします。 Are you going to the grocery store today? え、okay? 聞き直しいの。じゃあもう一回ね、もう一回、もう一回。 Are you going to the grocery store today? え、全然今分かんなかったちょっとそれは俺が知ってる単語か。知ってると思う。じゃあもう一回ゆっくり。 Are you going to the grocery store today? え、やばい、全然ピンとしてない。じゃあまあ今もうこのまま聞いたものをじゃあ次の人に言いましょう。4人目来ました。じゃあ行きます。行きます。 Are you going to grocery store today? 合ってる。こんな感じだね。もう一回行こうじゃん。あ、Are you going to grocery store today? ちょっと、today? もう一回もらっていい？ Okay. Are you going to grocery store today? え、でもなんか言いたいこと分かった。本当？ Are you going to grocery store today?はい、もうそうだね、こっからはもう分かんなかったらこのままもう最後の人に伝えるしかないから。まま伝言ゲームだから、そう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 、最後に待ってればいい。 OK、うん、じゃあ呼んでいきましょうかソーシャルディスタンスが入んね、入んね誰もいないねんか今おい、うおー一番の取り方ちゃう。はい、じゃあ最後の人いきます。 I'm going to go grocery store today. grocery store grocery store、 やばい、俺が分かんなくなってきた。良さそう。よし、じゃあ終わりですね、一旦伝言の方は、はい、じゃあ今英語で何て言ってましたか。 I'm going to go to I'm going to go grocery store today、はい、え、意味は何ですか。メルセデスって何ですか。応答が俺違うと思う。何だろう、何とかのお店。お、何のお店ですか。調べていいですか。ダメです。メルセデス。じゃあ帰る、来て帰る、はい、ちょっとこれあの関ジャニの番組とは違うけど、こっからまさかの彼から一回ちょっと一回ネイティブに発音してもらおうぜ。じゃあ帰る、ちょっとさっきの言ってみて。 Are you going to the grocery store today? Are you going to grocery store? あ、もうちょっと長かったね。 Okay. Are you going to go to the grocery store today? Are you going to go grocery store? じゃあ今これ何聞かれたか分かった、これで。Grocery store? 何ですか。あ、じゃあ grocery store 以外の部分は何て言った。 Are you going to go grocery store today? うん、え、じゃあどういう意味ですか、それは。 Are you going は
い、じゃあこんな感じでしたね。I said just, are you going to? Are you going to? Yes. Are you going to? Yeah, are you going to the grocery store today? まあ普通に are you going to でどこどこに今日行きますかっていう意味なんだけど、で問題この grocery store だよね。じゃあ何でさ、grocery store って。スーパー。そうです。あ、そうだ。スーパーを、そう、スーパーを英語で grocery store だよね。そうそうそう。そうだね。日本では結構スーパーマーケットで言うけど、向こうではグローシリーストア。スーパーマーケットも言うけど、確かにそのなんか、なんだろう、こう、なんか日用品って、なんだろう、ね、この食品とかいろいろ売ってるところはグローシリーストアっていう、うん、野菜とか、そう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 。あ、じゃあもう一問いく。 OK、 もう一問、じゃあこれ一旦練習ね。練習ね。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、よし。じゃあお願いします。この状況をさ、ちょっと英語で説明して。It's like when you do one thing and two good results come from it.